こんにちは、カオルンです。本日は喉がねちょっと調子悪いっていうね方、喉が痛いっていう方、鼻詰まりがする、そしてね声が枯れてしまう、調子が悪いという方ね、おすすめしたい製品がございます。僕もね歌を歌っていましてね、やっと見つけたっていうねコスパのいいホットシャワー、こちらをねお伝えしていきたいと思います。それがこちらです。ドン！A&D さんから UN135 エコでございます。イエイ。最近ね僕エコ商品紹介するの多くないですか。まあ今日もねエコ製品やっていきたいと思うんですけれども、まずはねホットシャワーっていうものがどういうものかをね皆さんにご説明していきます。まあ名前の通りっていうところはあるんですけれども、皆さんねお風呂に入るとき大体ね40度、43度ぐらいがねちょうど適温かなと思うんですが、その温度でね水分を出してくれて、それをね霧状でね出してくれます。そしてそれが出てきたね霧状の水分を吸って喉を温めてケアをしてくれるというね製品になっています。まあもうちょっとね分かりやすく言うと、温かい加湿器のような、そういうねイメージでいいと思います。今回紹介する UN135 はですねめちゃめちゃコスパがいいので、初心者の方、ちょっとね挑戦してみたい方って気になってる方はね、もう手に取ってもらってね全然損はないと思いますので、皆さんねお伝えしていきたいと思います。A&D の公式サイトもですね、リサさん、歌手のリサさんがねインタビューを受けられてまして、そちらでね結構おすすめされてました。結構ねライブでも使われているみたいです。そしたらまずはですね皆さんと基本スペックから見ていきたいと思います。どうぞ。はい、基本スペック見ていきましょう。 Amazon でね9800円となっております。まあ1万円切るねモデルとなっています。実は今回ね UN135 エコって書いてあるんですけれども、エコじゃない通常モデルもありまして、そちらがねだいたい値段が1万6000円ぐらいします。何が違うのかと言いますと、今回のエコモデルは本当にね最低限のセット、こうね喉をケアするための最低限がねついておりまして、もう一つの通常バージョンの方はたくさんのね付属品がついております。もしかしたらね今画像が出てるかもしれないですが、まあねたくさんついていますが、鼻ノズルって言って、まあ口だけじゃなくて鼻にもね注入したいとか、あとはね水分を吸うんじゃなくて直接ね吸入したいみたいなね方もいらっしゃると思うので、そういう方にはですね通常モデルがねたくさんついている方がいいかなと思うんですが、僕個人的にはねいらないかなとね思いましたね。後でねお見せしますが、鼻の方もね吸えばできるので、まずはねこちらを購入いただいて、そしてねオプションでそちらの通常モデルの付属品買うことができるので、後でねやっぱりこれ気になってちょっとね使ってみようかなと思った方はそちらでね購入してもらえればいいと思うので、全然ね安心していただいて大丈夫です。約43度、そしてね5マイクロメートルっていうね小ささ、もうマイクロですからの霧を出してくれてね喉をケアしてくれるモデルとなっています。これね5マイクロっていうのがねいいんですよね。3マイクロだとまあめっちゃねもっと小さくなってね、こう吸った時になんか肺のね中の方まで入ってきてしまうっていうところで、なんか医療機器がね認定されてしまうというところで、結構ね使うにあたってルールをねしっかり守らなくちゃいけないっていうのでね、ちょっと使い勝手がね大変なんですけれども、今回のね5マイクロだと手軽に使えるっていうところでね、まあ後で詳しく説明していきますけど、安心できるということです。霧のね量は強いと、そしてね普通のね2バージョンを入れ替えて切り替えることができます。スタートと終了時、そしてね水分が不足している時はブザー音で鳴らしてくれます。重さは 1.1kg、 まあね多少持ってても大丈夫かなという重さになってるので、ハンドルがねついてるので、こういう風にね持って、そしてね口に当ててねやることもできます。まあちょっとね大変ですけどね。そしてここがね大きなポイント、僕の中でね思った大きなポイントですよ。生理食塩水っていうねものをね自分で作ることができます。これってね、まあどういうことかというと、まあ水を入れてね使っていただいても大丈夫なんですけど、むせやすいね方とかもいらっしゃって、一番はね生理食塩水をね使うことがね安全なんですよ。ただこの生理食塩水、もしね3マイクロメートル以下の医療機器の方の吸入器をね使うってなると、自分でね作るのはねちょっとだけ材料的に危ないっていうのがねあるので、一応ね
病院に行って理由を話してね、正式な生理食塩水を出してもらうっていうのがね主流なんですが、ただ今回の5マイクロの UN135 エコの場合はまあね、自分でね作って全然安全なので、こう手軽にねいつでも使うことができる、こうね水分の心配、なくなってしまう心配がないっていうのもね大きな強みだと思います。さあズームして皆さんと一緒に見ていきましょう。大きさ的にはね本当にね小さいんですよね。だいたい手のひらがねこのくらいのねサイズなので、まあ手のひら2個分、 1.5 個分と上がまあ1個分ぐらいっていうね感じだと思います。なのでまあ一応持ち運べるかなというぐらいの大きさです。このカップにですね、ピンク色まで水を入れて、あとはね、食塩水をすり切れ1杯入れていきます。そのね、すり切れっていうのが、こちらのね、蓋の裏。こちらにスプーンがね、入っておりますので、こちらですり切れ1杯入れていってください。もちろんね、むせない方は入れなくても大丈夫です。さあ、できましたら、あとはね、コンセントにつないでやるだけです。ただね、こちらちょっとだけ面倒なんですよ。コンセントね、本体と外せないので、いちいちね、こう本体に水を入れるときとか、片付けるときにね、ちょっとだけね、一緒に持っていかなくちゃいけないので、そこがね、不便です。ここね、外せたらよかったですね。スタートをしていきましょう。さあ、こんな感じでね、出るんですよね。結構出ますよね。結構出ます。まあ普通にしてもそんなにね量は変わんないかなっていうとこです。さあそれでね口を当てていきます。結構ね出ますよね。そしてね鼻にもねこうやってね付属品なしで使うことができます。さあ使ってみてね皆さんいかがでしょうか。まあ結構ね、霧が出てたと思うんですけれども、本当にね、しっかりとね、いっぱいね、水分、霧が出ているといった印象だと思います。強さの調節の方は、まあ強いと普通がありますけど、あんまりね、違いはないかなといった印象でした。で、お見せした通り、鼻の方もね、鼻を近づければね、全然ね、吸えるので、心配いらないと思います。さあ、そしてね、一番大事な、どれくらい効果があったかというとこなんですが、めちゃめちゃね、潤いました。まあ結構ね、大きな声でね、誇張していったんですけれども、本当にね、よく聞いていて、やっぱりね、喉がね、詰まってしまってる時って、まあ鼻詰まりとかね、原因ありますけど、こうね、道路の交通止めが起きているようなね、そういう感覚になるじゃないですか。そんな交通止めをしてしまった喉に、こうね、交通止めをね、やめてくれて、ちゃんと空間あるね、喉に仕上げてくれるようなね、そういう効果があったと思います。僕のようにね、歌をやっているボーカルの方のね、ケアでもね、もちろん使えますし、普段のね、生活でやっぱりね、話し仕事をされてる方とか、あとはね、プレゼンテーションがね、たくさん多いみたいなね、方もいらっしゃると思うので、まあ明日に備えて使っていただいて、あとはね、帰ってきてね、疲労が溜まった状態で、こう一回使って寝ればね、次の日ね、また疲れずに、こう、スッキリした状態でね、続けられると思いますので、そこら辺でね、皆さん、使っていただければなと思っています。やっぱり声が違うだけでね、いろんなところでね、有利に働くっていうのはね、たくさんあるんですよね。こう、テンション、声のテンションが違うとか、あとはキーの高さとか、聞きやすさでね、相手に伝えるね、説得力ってやっぱり違うので、そこら辺ね、やっぱりね、ケア大事なので、皆さんね、使ってくださいね。で、やっぱり5マイクロメートルの霧状の水分というところで、まあ医療機器のようにね、心配して使うことがないっていうのもね、大きなメリットですし、食塩水もね、自分で作れるっていうのはやっぱりね、使い勝手がいいなと思いました。ということで、まとめに行っていきましょう。イエイ！はい、ということで、今回は A&D さんのホットシャワー UN135 エコーを紹介していきました。皆さんいかがだったでしょうか？まあ1万円をね、切るコスパが良くてね、効果もしっかり感じられるというところで、皆さんまずはね、手に取ってみたい方ね、おすすめでございます。付属品はね、最低限のものなんですが、僕的にはね、結構十分だと思いましたし、あとはね、使いたいものがね、もし増えてきたらね、買い足せるので、そこら辺もね、結構ポイントですよね。皆さんね、気になる方ね、下の概要欄にね、リンクを貼っておきますので、そちらでね、詳しい情報を見ていってください。よろしくお願いします。
ということで、今回もカオルンの動画をご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルンの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。本当にね、コツコツですがチャンネル登録者1000人を目標に頑張っていますので、ぜひね、応援お願いします。よかったらポチッとね、だけでもしていってください。お願いします。それではまた次のカオルンの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。感謝。バイバイ。